おいたニュースラジオ。どうも、堀田氏です。本日ご紹介するのはこちらです。イチャモンスプレイです。はい、拡張パック第3弾光を食らう闇に登場いたします。こちらはグッズです。相手の手札から表を見ないで1枚選び、表を見る。そのカードがサポートならトラッシュする、サポートでないなら元の手札に戻すと。相手の手札にある、プラタナ博士ですとかリーディとかね、そういったキーカードをねうまくトラッシュできれば非常に強力な効果となります。そしてこのイチャモンスプレーをですねより効果的に使うための相性がいいカードがございます。はい、こちら怖いお姉さんです。まずね怖いお姉さんを使いまして、相手の手札をね相手自身にトラッシュさせます。相手はなるべくね、プラタナ博士ですとか N とかねリーディとかそういったカードを、残したいと思います。そして相手が残したカードをすかさずイチャモンスプレーでトラッシュすると、はい、そういった動きが非常に強力です。相手がサイドを先行している状況で、後半に N を使ってあげて、相手の手札がね2枚とか1枚の時にこのイチャモンスプレーを使ってあげると、わずかな相手の幸運をねもぎ取るような動きもできちゃいます。少し使い方が難しいグッズでありますが、ぜひね皆さんこれをうまく使ったデッキを考えてみてください。本日のポリタニュースウェイでは以上です。また来週。